皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは会社員からの転職、主婦からの起業、旦那さんを説得するポイントは数字と覚悟です、ということについてお話をしたいと思います。春になったりとか、季節の変わり目ですね、新年度とか、そういった時には起業をするとか、今まで夢だった、教室開業をしたいとか、そういった方とかも非常に増えてくる季節ではあるんですけれども、特に最近の世間事情というか、世の中の事情というのが共働き家庭が非常に増えていますよね。しかも奥さんもしっかり正社員、旦那さんも正社員っていうタイプの場合と、あとは主婦で、専業主婦でやっていて旦那さんは会社員でっていう方、あとは自営業、会社社長さんの、奥様みたいな、そういういろいろな立場の方いらっしゃると思うんですけれども、その中でも、特に、今まで例えばそれを支えていた、家計として支えていた、女性、奥さんが教室事業をしたいとかって言った時の、大概の世の中の男性の反応、旦那さんの反応っていうのは、いやそんなのできると思ってるのかみたいな話とか、お金はどうするんだよみたいな話になることが非常に多い話を最近よく聞くようになりましたので、その旦那さんを説得するポイントと、あとはその世の中の事情とか、背景も含めて、その奥さんである方にも言いたいし、あと聞いてないんでしょうけれども、旦那さんたちにも言いたい高橋貴子の主張があるわけですよ。これをちょっと今日はお伝えしたいなというふうに思っています。まずですね、旦那さんと要は話し合う時にですね、特にハードルが高いのが主婦の方の方がまだいいっていう言い方変ですけれども、もともとそんなに例えばパートさんとかでもめちゃめちゃ稼いでるわけではなくて、家計に3万とか5万とか入れるレベルだった場合で教室をやりたいっていう方が多分旦那さんが許してくれる可能性は高いです。なぜかっていうと、例えばどれぐらい収益がちゃんと残るっていう話は別としてですよ、例えば教室のワンレッスンの料金が5000円だったとします。で5000円でもし4人集めることができたら、そこで2万円ですよね。で例えばその教室が1ヶ月の間に4回開講することができたら8万円です。そしてそれが例えば半分しか手元に残らなくて、材料とかいろいろ出ていっちゃって残らなかったとしても4万は残るわけですね。そうすると家に入れるお金が3万から5万ぐらいだった人は、教室を仮にやったとしても集められるかどうかは別としてです、そんなに変わらないだろうという予測がつくので、まだ旦那さんの許可が出やすい、主婦からの起業の方がまだ出やすいです。集められるられないは別としてです。はい、許可が出るか出ないかで、最近感じているハードルが高いなっていうのが、会社員、しかも奥さんが子育てもやっているという、非常にこうスーパーウーマンの奥さんを持ってしまっているような家系の場合、しかもさらに悪いことに旦那様より奥様の方が稼いでいる場合ですね、これかなりハードル高いです。なぜかっていうと、旦那さんも、その収入を当てにして家計というものを回していて、大概そういった共働きのご夫婦っていうのは、うちもそうですけれども、住宅をローンで買ってるケースが多いです。でそのローンで買ってるケースプラス、共有持ち分をどういうふうにしているのかは分かりませんけれども、うちの場合には、2つにしてました。要はそれだけ稼いできちんと返すっていう意味があって、共有名義で家を買っているからなんですけれどもね。ただどのみち払えなくなれば引っ越すか何かするかっていうのをその時考えなくてはいけないケースもあるので、家としてその家がとても気に入ってお互いに住んでいるとすると、奥さんがその会社を辞める、そして、海のものとも山のものともわからない教室事業に手を出すなんていうことは、通常考えてもですね、反対されるに決まってるんですよ、通常は。です。中にはもう君がやりたいことをやったらいい、君の人生の輝きを応援するのが僕の役割だぐらいな、とてもよくできた旦那さんがいれば話は別ですけど、ということは、じゃあ半分になる収入をどう考えるのか、場合によって奥さんが稼いでる方のお金がごっそり月々なくなっていくっていう時に、果たして自分はどうするのかっていう話になった時に、まず通常は反対します。通常はです。稀に
応援するよっていう、僕もその分残業も頑張るよとか、まあ、もう一個副業やるよとか言うのかよく分かりませんけれどもね、そういう旦那さんとかもいらっしゃる場合があるし、奥さんの夢を応援してくださる方もいらっしゃいます。まあ、あとは楽なのはっていう言い方変なんですけど、かなり稼いでいる、一国一城の主というか社長さんですね、事業家の方は、奥さんがそれをやりたいって言っても失敗したとしても別にそこを当てにして生活をしているわけではなかったりする場合には OK は出やすいが、しかし、例えば奥さんのサポートを前提にその起業家として成り立っている旦那さんがもしもいるとしたら、それはそれで反対される可能性高いですね。奥さんが自分の面倒を見てくれなくて、自分のその教室とか授業をやるようなことになってしまった時に、例えばすごいちっちゃい話ですけど、食事の支度とか家全般の家事全般とかね、そういうのが奥さんがやってくれないみたいなところに対する恐怖不安を感じた場合には、やってもいいけどそれもやってねみたいな条件を出されるケースもあります。ただそうすると女性の場合ですね、すごく生真面目だし、ちゃんと頑張ろうとするんです。だからその約束があったとしても、教室頑張る、家頑張る、場合によっては子供も頑張る、そして、疲弊して潰れるケースとかもあるのも知ってます。なので、まず旦那さんはそれをすごく賛成してくれて応援するよって言ってくれた人がいたとしたら、それはすごくラッキーだと思ってください。奥さんが卑屈になる必要は全然なくって、やりたいことをやりたい人生で生きていくっていうのは男女性別に関わらず私は対等だと思っています。男性の方から批判もされるかもしれません。いや、そんなこと言ったって俺の方が妻より稼いでるというのがもしも理由だったとしたら、そんな人に私が言いたいのは、ではあなたよりも奥さんが稼いだ場合にはどうするつもりですかという話になります。稼いだ方が自分の自由というか好きな世界を生きることができて、稼がない方が我慢をしなきゃいけないっていうのは考え方としてナンセンスで、家っていうのは全てお金で成り立っているわけではなく、人生共同体というか、こういう人生を生きたいよねっていう2人が、まあ、たまたま同じ船に乗り込んで動いているみたいな感じのイメージが私にはあるので、その船の行き先と乗り心地が悪かったら船を降りて違う船に乗り換えることだってあり得るというぐらいに、私はドライにフラットに結婚生活というものを考えています。その際に子供がいると、確かにその船に子供を置いて自分は違う船に乗るのか、その船から子供ごと 引き連れて違う船に乗る、自分一人だけの船っていう運航にするのか、まあそれぐらいのところまで決意するんだったら、多分非常に深い話し合いができるはずなので、今のケースはもっともっと手前のところの話になります。その女性がですね、どういう人生を生きたいのかっていうことに対して許可を得なくてはいけないということは本来はないっていうことなんですよね。それがあるとすると、要は稼ぎ高が少ないからっていうのは事情なのかもしれないですけれども、稼いでいたって旦那さんは反対します。なぜならば、月収、家を運営している月収が50とか70とか80とかあった時に、1人分ガサッとなくなったら40の生活になるわけで、自分も自由にしていた何か趣味のものを買ったりとか遊んだりすることができなくなるかもしれません。奥さんがそうすることによってです。そして奥さん自身も起業しようと思って失敗して、失敗っていうのは稼げないっていう意味です。長期的には稼げるようになっていれば問題ないんでしょうけれども、特に会社員からの場合にはいくら貯蓄があってもですね、上手に運営ができなかったら、どん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 貯蓄は減っていくので、恐ろしい速度で減っていきます、貯蓄は。例えば手取りが毎月25あった人は25ずつ減っていくんですよ。これ結構恐怖ですよね。3ヶ月、4ヶ月で100万とか減りますからね。そのインパクトっていうのは非常に大きいので、やはりしっかりした準備をしてほしいと思う旦那さんの気持ちもすごくよくわかります。で、私は今回両方の立場からお話はするつもりなんですけれども、まあ、締めのまとめとしては、奥さんである人が起業するないしは転職をしたい、会社員を辞めて教室事業とかをやりたいとかっていう時に、旦那さんとお話し合う時には、まあ、絶対的に必要なポイントがあるので、まあ、その話も旦那さんの立場も踏まえた上で話をするんですが、
まずそもそもですね、私がなぜその男性の気持ちも分かるのかっていうのは、自分が会社員だったからです。普通に会社員として男性と同等、場合によっては役職とかありましたから、一般男性よりは多分お給料をいただいている、そういう立場で働いていました。なので、営業職と事務職っていう、そういう職種の違いから言うと、その当時でも主人よりも稼いでいた、激しくじゃないですけどね、という状態ではありました。ただそこは卑屈に考える人とでは私は一緒にいれないので、職種の違いだよねっていうのはお互いに理解し合っていたので、稼ぎ高の問題ではなく、その仕事にどういう姿勢で向き合ってるかということを評価してやっていたので、私がそれを超えたからといって別に選ぶこともなかったし、その向こうも別に少ないというか、若干私より少ないからといって、卑屈になることもなくやっていました。じゃあ私が教室をね、やるっていうことになった場合には、当然ガサッと減ることは予測がついて、私が自分で計算をして万々歳でうまくいったとしても、全く同じ1年間分の稼ぎは稼げないっていうのは最初から見えてました。おそらく3分の2、下手すると半分だなっていう予想がついたので、一応家を回していくという上で、彼と話し合いをするわけなんですけれども、その時にはもう、なんていう、覚悟っていう話も言いましたけれども、熱意と覚悟でしかないんですよね、説得するには。だって数字は多分いかないのはもう見えてますから。ただ私が言ったのはですね、なるだけ同等の年収にするようには努力はすると。ただ、3カ年かかると思うっていう話を私はしています。初年度これぐらい、2年次これぐらい、すごく頑張って3年次に元に戻せるかっていう状態だけれども、私はもう会社員ではなくて独立した自営で仕事をしていきたい。取り急ぎそれの取っかかりは教室で、いずれはコンサルタントっていうビジョンを全部語って、数字の話もしています。自分で試算してますからね。初年度これぐらい、2年次これぐらい、3年次これぐらいで、大体その通り、言った通りに大体になってます。で、3年間でもしも、その数字が約束した通りにいかなかったら、私が営業でできることを彼は知っていたので、その時には会社員に戻るかっていう話を言われて、分かったって言って。戻る気さらさらなかったですけどね 行かなかったら会社に逆戻りとか言って、いやそれないよねとか思って とにかく何をしてでも稼ごうっていうのはその時決めたことだったんですね。で、その時に彼に言われたのが、どのうち俺が何を言ったって聞かないでしょっていう、半分諦めのような、もうしょうがねえなこいつみたいな状態で、OK をもらってるので、計算もするし、どういうふうにするっていう、全部組み立てもした結果、起業をすると、会社を辞めるということを伝えて、ただ、その3年間、もしかしたら、その若干、緊縮財政になってしまうときに迷惑をかけることはあるかもしれないっていうことで、ほぼほぼ迷惑はかけないで、家のお金には手をつけないようにして、会社のお金で回すっていうことを決めていたので、なんとかそれでいきました。ただ、4ヶ月ぐらいかな、ちょっとやっぱり集客の、試作失敗して、集客ができてなかった時に、家の方にというか、例えばボーナスでこれぐらい私が入れるっていう、家計も真っ二つにしていたので、その約束が守れなかった時が4ヶ月ぐらいちょっとありましたね。その時には助けてもらいましたけれども、金額的なインパクトでどれぐらいだろう、40万ぐらいですかね、助けてもらったのは。ただその後数年かけてやってる部分で返してるお金は、それの何倍のお金を家につぎ込んで返してますけれどもね。だから、その時はでもそういう形でお話をしてやったりとかをしているので、覚悟と数字ですね、これがないとなかなか男性は説得しきれないと思います。要は会社員やってる方っていうのは、もちろん
すごく楽しくてやってる方とかもいらっしゃるかもしれないんだけれども、例えば通常はその家、家族をある程度守る最低限の収入を確保しなくてはいけないと思ってやってる方が割と多いなっていう私の印象があります。もちろんその仕事が天職で大好きでっていう方もいるのも知ってますし、どちらもあり得るけど、大概は、まあ、お金のためっていうと言葉は悪いんですけれども、家族をきちんと安定的に養うためっていう、こう、まあ、悲壮な覚悟とは言いませんけど、背負うものを持って働いてるサラリーマンの男性の方が多いっていうのも知っています。だから、その方からすると、やっぱその一つ、支えになってるお金の目処がつかないっていうのは、おそらく非常にな恐怖だと思います。こう、家族を食わしていかなきゃいけない、自分の重圧がさらにかかるのかとかね、家なんか買ってる場合には家を手放すのかとかいうとこまで場合によっては考える羽目になりますからね。そういった部分の男性のプレッシャーを考えた時にですよ、気軽なつもりでですね、会社員とかやってる方は起業したい、教室やりたいですって言っても、まあまあ OK はもらえないでしょうっていうのが通常と思っていただいた方が間違いないです。はい。なので、男性をじゃあ説得する、そのまあ旦那さん、私がだから旦那さんの立場だったら何で説得されたいかっていうと、まあ一番最初にどうしても必要なのは本気度ですね。熱意、覚悟、これ必要です。例えば、その言い淀んだ話とかもエピソードで聞いたことあるんですけど、じゃあそれでうまくいかなくて月収とかが上がらなかった時に、この家を売ることになってもいいのって旦那さんが言った時に、いいですって言い切れるかどうかです。いや、私もすごい気に入って買ったのに、てんてんてんって言うと覚悟弱いなって思われます。まあ家を売る段でまた2人で話し合うことになるんでしょうけれども、家を売ってもいいのって言われても、売ってもいいって即答ができなければ、多分ね、覚悟が弱いと思われて、あ、そんな程度ねって思われます。だから今回私がお話をしているのは、本気で転職して本気で稼ぎたい人向けのシビアなシーンでのお話です。趣味レベルでは旦那さんもそこまで詰めてこないと思うので、別にやったらいいんじゃないぐらいで済みます。ただ会社辞めてっていうことはダメっていうふうに決まってますよ。だって趣味だから、週末やったらいいんじゃないって言って、まあ、週末に2回ぐらいで生徒さん8人ぐらい教えてりゃいいんじゃない。だけどそれを一生の仕事にしたい、自分の人生のやりがいだから、その月の丸々の自分の時間をそれに使いたいというふうにもしも思うのであれば、その真剣さと覚悟を持って説得しなければ絶対に受け入れてもらえないです。だからまずそこで言い淀むっていうことは、自分の覚悟をもうちょっとしっかり考えた方がいいですね。こういうことができなくなるよ、こういうのができなくなるよ、まあ身近なところで言うと、遊んでた遊興費がなくなるかもしれないとか、場合によってはおしゃれとか服とか化粧品とか買ってた人は行けなくなるとか、あとは旅行に行けなくなるとか、全てのものが全く同じ生活環境でなんていうことは基本難しいですよ。特に初年度なんて思った通りいかない。私はかなり計算をしてやる方ですけど、まあそれでも思った通りにいかなかったですからね。やはり机上の空論ではいくものではなく、接客業だし、集客をした上での話なので、全てが自分の思惑通りにいくなんて、まあまずありえないですよね。それでもかなり計算通りにはできた方ですけれどもね、集客に関しても満席を割と作れる体質は作ることはできましたけど、安定してきたのは1年後ぐらいです。初年度、初っ端ももちろん集客はできてます。でも、金額的に安定してきたのはやっぱり1年後以降ですね。それまでもがむしゃらにやるしかなかった。そして、じゃあ稼げなかった場合どうすんのって旦那さんに言われた時に、何と言えるかです。もう一回パートに戻る、ないしは、会社員はないにしてもね、ちょっと短時間の、そうですね、2日とか3日レベルでのあれで支えつつ、それをやっていくっていうことができるかどうか、その1。私は自分の中で決めたのは、学生時代に学費のためにやった新聞配達がことのほか辛くてですね、それは一生のうちでもう二度とやりたくないと思ってるぐらい辛い経験だったんです。だけれども、もしもそれで事業がうまくいかなくてお金を補填する必要があったら、新聞配達をやろうって決めてました。だからそれぐらい嫌なことを背中に課さないと頑張れないと思ったからです。だからそれを自分の約束にしたので、ああこれでいかなかったら新聞配達では嫌すぎると思うと、
日々どう頑張るかとか、もう一息っていう時にそれが一つの私の基準になったので、それで頑張ることができました。もう一つはですね、数字で説得しない人が多すぎるっていう感覚ですね。要はこれぐらいの経費がこうかかってこうだ、いわゆる事業計画書ですね。そんなのもなくて、旦那さんが納得するわけがないんですよ。会社員で稼いでて何十万とか稼いでた人が辞めるっていうことに関して。で、当然それはそれが少ないものも含めた状態で、あとは何をもってして補填するか、パートでもやる、私は交通整理とかのおばちゃんだってやってもいいと思ったし、イオンとかうち近所なんですけどね、スーパーのレジ打ちでも、とにかく何でもお金になるものだったら、その場しのぎの部分でバイトはする覚悟でした。だからそこまでして別に普通にやってたわけな、だってそのお仕事が自分がすごくやりたい仕事じゃなかったら、やりたい仕事で稼ぎたかったからです。っていうことは、やりたい仕事で稼ぐっていうことは集客活動もその一個になるので、皆さんがあまりできなかったんですとか、辛くて考えられなかったんですってやらないブログとか YouTube とか、そういう SNS は最初お金がない時にはとても有効なので、やるしかないんですよね、少しでも 糧にするためには。だから他の多分後ろに背負うものがなくてやってると、自分に結構甘くなるので、旦那さんもそういう評価になっていくケースが多いなっていうのを感じたりとかします。だから旦那さん説得するんだったら、どれぐらい経費がかかるだろうというのはざっくり計算して、それを年間計画としてできれば3か年ぐらい用意してミスることができたら、本気度が多分伝わると思います。で、好きで結婚されてるわけですから、奥さんをただいじめようなんていう人は基本いないはずなんです。応援したいんですよ、多分。だけれども、その奥さんの覚悟がないのに応援したら自分損じゃないですか。自分だって仮にすごく好きじゃないかもしれない、会社に勤め満員電車に揺られて、場合によっては上司に屁こらして、部下からしょうもないこと言われて、そんなストレスフルな一日でやっと家に帰ってきて、そんで奥さんはね、教室業のあれがあるから、ああこれはできないわ、何はできないわとかって言われたら、いや家支えてんの俺じゃん、お金的に、みたいに思われちゃうわけですよ。だからそこは思いやりも必要だし、旦那さん的にも許可を出すっていう偉そうな部分じゃないにしてもですね、確かに稼いでるのは旦那さんかもしれないですけど、じゃあ子育てをねやってるとか、家事をやってるっていうのは奥さんなわけなんで、その労働対価っていうものを、お手伝いさん雇ったらいくらなんだろうみたいな感覚で考える必要だってあるわけですよね。奥さんは決してお手伝いさんではありません。一個の意思を持った一人の人間なので、その人間同士が一緒に住んでるだけなので、お互いの、考え方、主張、過ごしたい人生、このすり合わせの話し合いはどうしてもやっていく必要があると思うんですね。だから一方的に、いやダメだっていうこともナンセンスですね。旦那さんが、奥さんがその人生をやりたいっていうのであれば、最大限耳を傾けて譲歩策を出してあげるべきだと私は思ってます。だからその譲歩策を理解して説得するだけの数字もやっぱりね、苦手ですとか言ってる場合じゃないんですよ。自分の夢叶えたいんだったら、やっぱその数字の、読み込みとか、旦那さんを説得するための資料作りっていうのは真剣に考えないとダメです。いや今までそういうことしたことないし苦手ですとかだったら、起業しない方がいいです。だって数字はどの道ついて待とうから。なので、趣味でやる人にはこんな話はきつい話なので聞かなくていいです。特に会社員からで転職してやりたい場合には、確実に3年間ぐらいは収入が減る可能性が高いです。その辛いかもしれない、家的に辛いかもしれない状況を旦那さんに納得させないといけないので、それは数字として用意する、覚悟を伝える、これがどの道必要になると思います。ただ一つ忘れてはいけないのが、全てが奥さんが背負う必要はないということです。子育てだって本来は旦那さんだってもっと参加してほしいなと思いますよ。会社員で難しいのは分かってますけど。私、
産んでないですけど、子供は産んでないですが、旦那さん、男の人も産める体だったらいいのにって思ったことありますからね。そしたら1人目はあなた、2人目は私とかってやると、産みの苦しみと育てる大変さとかも理解してもらえると思うし、で、育てる大変さは大変ばっかりじゃないっていうのもお母さんから話を聞いて知っています。そのお父さんももっと本当は近くにいたいのに、その一番可愛い盛りにも仕事をずっとしてなくちゃいけなくって、子育てに参加できなかったことを後悔しているお父さんとかもいますし、そういう意味では子供が近くにいて、成長を見守ることの喜びっていうのがあるっていうのも聞いてます。全てが苦しいことじゃないっていうのも知ってます。だけれども、やはりそれはお互いに共有しながら、役割分担もその時はですね、しながらやっていけるといいかなっていうふうに思うんですね。私は時間を取ることを優先して、子供を持たない人生というものを選択した人なので、違う観点でのね、お話はするんですけど、男性は男性なりの社会でも生まれる辛さと大変さが分かってます。で、女性は女性で自分が輝くために、人生を生きたいがために、旦那さんと話し合いをしながら折り合いをつけてやらなくてはいけない選択を持つっていう時の大変さもよく知っています。それがゆえに、転職というか自営で独立したい時には、どうしても旦那さんとちゃんと話し合いしないといけないんです。で、その時には情熱、ね、情熱、覚悟、数字、これがないと、まあ、話し合い成立しないだろうなっていうのは、何人ものお話、ご相談を受けてきて、企業塾というか私のね、アカデミーに入るのが先っていう方がいらっしゃる時に、まあ、実際にまた旦那さんとそこをね、調整しなきゃいけないっていうメンバーがいてることが多かったので、そんな話をしてみました。これからそういう話をする必要がある方は、ぜひその点を理解した上で、旦那さんとお話をして、自分の人生を得るような形で、いいように話し合いがまとまるようにとお祈り申し上げます。それでは。